鈴木茂です。エレキギターの弾き語りマスター、アルペジオ。これはエレキギターは多少歪ませ気味にしてください。それでエフェクターとしてはコーラス、アンサンブルなどを使うといいかもしれません。スイッチはハイ、ボリュームは50分ぐらいのとこですね、時計で言うと。コーラスは45分ぐらいがいいかと思います。エレキギターの弾き語りマスター、ボサノバ。このギターの弾き方は、親指はベースライン、人差し指、中指、薬指でハーモニーを弾きます。この2つを分けて弾くようにしてください。人差し指、中指、薬指は同時にピッキングするように。この3つがばらつくと綺麗に聞こえません。エレキギターの弾き語りマスター、ハマリンゴンを加えると、アメリカの有名なギタリストデビッド・ティー・ウォーカーがよく使うフレーズです。これは右手の親指、人差し指、中指、薬指がそれぞれ5弦、4弦、3弦、2弦を弾きます。その後左手の小指でハマリンゴンをします。この後に1弦を弾きます。エレキギターの弾き語りマスター、スライドビブラート。フォークギターとのアンサンブル1。エレキギターはあまり音を歪ませないようにしてください。フォークギターとのアンサンブル3。